皆さんこんにちは。今回のご質問は26歳男性ゲームプログラマーの方からのご質問です。現在大手ゲームメーカーで働いていますが、同じゲーム業界でより知名度が高くやりたい仕事ができる企業への転職を考えています。チャレンジしてみたい気持ちがあるのですが、年収が今より100万ほど低くなります。やりたいことを優先するか収入を優先するか迷っていますとのことです。今の悩みはやりがいのある仕事と安定した生活環境、ご自身が大事にしたいものはどちらかという二択で考えるものではないように思います。どちらも大事なことだと思いますので、優先度と時間軸で整理して判断してみるといいのかなと思います。報酬を優先させるとしても、入社のタイミング、オファーでの年収判断はある種短期的なものになります。入社してからどのように年収が上がっていくのか、中長期的な視点でも捉えたい部分になります。またやりがいの面で言っても、やってみたい仕事であれば得られる経験は年収だけでは判断しづらいものかなというふうに思います。給与のダウンを受け入れてでも経験を取りに行くという判断も十分に考えられます。仕事の報酬は仕事とする考え方もありますので、ご自身の決断が正しいものになるよう頑張ってください。この動画が良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。